神戸ベーシエラトンホテルタワーズとは、兵庫県神戸市東灘区にある、マリオットインターナショナル参加の高級ホテルである。1992年6月25日、六甲アイランドに21階建て高層ホテルとしてオープン。開業から2005年6月30日まで、JTB の子会社だったが、不審が続いたため、米大手投資会社のローンスターグループに売却された。 ローンスターグループのホテル運営会社、ソラーレホテルズリゾーツが100%出資する子会社 SHR 神戸が運営した。その後ホテルはローンスターグループからホテルニューアワジへ売却されると発表。ホテルニューアワジが SHR 神戸を買収し、参加とする形を取る。ホテル名は変更せずに営業を続けるとしている。 激しい価格競争や不況で収益が伸び悩んでいたと報道されたスイートルームを含む270室そのうち17階から20階は専用クラブラウンジへのアクセスがついたクラブフロア12階は女性専用のレディースフロア6階はスパフロアとなっている7つのレストランラウンジバープールフィットネスクラブリラクゼーションサロン神戸六甲温泉 ハマイズミスパウェルネスがある。クラブフロア、レディースフロア、スパフロア、プリファードフロアからは専用エレベーターで前日の温泉のある木崎橋へアクセスでき、専用湯上がりスペース、スプリビングが利用可能。ありがとうございます。